おはようございます。2022年2月15日火曜日です。今日はですね、今、3時45分ですけども、今日の天気はですね、晴れのそうですね。晴れですね。まあ、ご覧とかは悪くてもですね、まあ、空見たりとか、お天気見たりとかですね、まあ、田舎だったら空気が綺麗だったりとかですね、まあ、気分が良くなるんじゃないかと思いますね。ちょうどね、ちょっと今寒いですが、もうちょっと春も来ましたしね、春明けぼのとか言ったらですね、まあ言ったら、まあ春になってですね、草木もですね、ちょっと泡が茂って、ちょっとずつ茂って、気の巡りで、こういう時はまあちょっと体調崩すかもしれないですけど、ね、まあね、天気とね、ともにね、まあ、苦楽を共にしてね、やっていきたいですね、小老虫失格でですね、まあ求めても得られないこともあるでしょうけど、ね、愛する人も別れる人もありますけどね、憎い人は会いに行くかもしれない、五感の煩悩を燃えるかもしれませんけど、まあ、苦楽を共にしてですね、まあ、仏教とはやっていくんですね。はい、失礼します。